ジャマカレー、ジャマカレーということでね。それ今何やってんですか。これなんでマスク、あ、唾が飛ばない。そうですそうです、血が臭いからなのかな。やめろや。今まあマスクがまあ政府からね、来たね、ついにこのアベノマスクっていうんですか。いや、はい、オラキオのとこに来たの。ああ、なるほど。つけ心地はどうですか。あ、やっぱちょっとちっちゃい感じするね。いや、悪くないよ、悪くない。もし布もなくなった時に、うん、最悪何がこうマスクに変えれるのかっていうのを、布以外の素材で試すってことね。そうです、はい、こういう感じで作ってみようかね、はい、じゃあ。わかりました、用意をさせていただいたんで。はい、なんだろうね、最初は。まあでもこれなんかはほらもう布みたいなもんだから、じゃあこれをちょっと作ってみていいですか。お、もう早速いっちゃいますか。はい、これはどうしたらつながるのかな。はい、1個できました。え、もうできたんですか。はい、じゃあまず最初はこの、はい、軍手マスク、デレレレデレーって。すごい簡単ですね。はい、これでもマスクでしょ、はい、こうなって、はいはいはい。そう、手の部分がすごい邪魔そうに見えますね。すごいこれどうだ、前見えてますねこうちょっとすると、ああなるほどなるほど、はい、で、これつけたら見せるんだけど、どういうことこれいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。命名は何マスクになりますか、これは。これは軍手じゃないよ、マスクだよっていうやつかな。めっちゃ面白いじゃないですか。おい、やめろお前。これだから逆もあるよね。そっちの方がなんかスマート。ちょっとこうしてるみたいな。あ、そうですね。面白いです、面白いです。いい感じです。もう行ってくれ。次はじゃあ何で行きますかね。これね、でもね、これからの季節ね、ちょっとあまり必要じゃないかなとは思うんだけども。はい。これね、ポカロン。あー、いいっすね、うん、はい、これつけてたらちょっとあったかい、ここがこれよく考えたらホットアイマスクじゃん。ホットアイマスク口にするだけじゃん。まあそうなりますね。いや、これシビアだよ結構。ここまで火薬っていうか、これあったかくなるやつ入ってっからね。そうですね。もう、こぼさないでくださいね、火薬。まあでも出てこなきゃいいんでしょ。はい、うん、そうっすね。いや、もうあのね、まあ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 、まあ、え、カイロの中ってこんな風になってんだね。これもやばいか。あ、もうできました。もうできたよ。お、ちょっと見せてもらっていいですか。あ、あったかい。あ、もうあったかいですか。うん、ちょっと頭でかいのかなそういうことじゃないですか今ハゲてる、大丈夫、ハゲてる、一緒にハゲてますお、でもなんかパッと見、薄めで見たらマスクしてるみたいな感じですね。つけ心地はどうですか。あったかい。あったかいですか。うん、結構顔にめり込んでますけど使い勝手は悪いですかね。ちょっと悪いかもしれないね。なるほど、うん、で、中にもちょっと出ちゃってるし。これはでもちょっと確かにちょっと食パンですね。うん、お腹空いた場合1個食べれるっていう可能性ありますね。でもさ、はい、食べちゃったらもうそこ穴開いちゃうんですよ。例えばなんですけど、2枚使って二重にした場合、あー、手前が手前は食えるっていう最悪ね。はい、じゃあ地味なんですよこれはもう遊びじゃないからね。はい、できました。お、見てください、ちょっと特製食パン。おお、なんとなくそれっぽいですね。お、あー、あー、ちなみにですけど、今下向いてたんで、あまり取れてないですね。全然ハゲだけ見えた映像になってましたけど。あー、いやー、パンマスクむずいよ、これ結構むずい。若干巻きで作ってもらっていいですか。え、死ね巻き、ボケ、早くに細くの時早くにしろ、ボケ、今俺を忙せるな。つけてください。よし、これつけるとこが大事なんだよ。なるほど。うん、お、でも結構いい感じで。これすごいよ。はい、つけ心地はどうですか。いや、すごく気持ちいい、ふんわりもつっとして、はい、うん、で、なんだっけ、1枚目をちょっと食べそうですね。最悪お腹減った時に食べれるんじゃないかっていうことの説なんですけど、うん、実際どうですかね。いや、食べてるよ。食べてる、うん、バレてないでしょ。バレてないですね、うん、かかんないです。なんかちょっと動いてるかなぐらいの感じですね、うん、これはいいんじゃない。結構
いいですね。新しい提案として、うん、まあ日本の方にいろいろ伝えてもらう。あんまり正式には言いたくないよね。なんかすげえ、複雑すぎじゃん。ダメじゃん、こんなこと言っちゃ。大変なんだから今、世の中。そうですね。家に食パンしかない状況あんの？ないっすね。